の流れに身を占ってどこ眠らぬ今日の宿すさむ心でいるのじゃないが泣けて涙も枯れ果てたこんな女に誰がしたタバコふかして口笛吹いてあてもない世のさすらいに人は見返る我が身は細る街の「こんな女に誰がした」男が悪いのか
恋の未練の東京ブルース、どうせ私を騙すなら死ぬまで騙して欲しいかった、見送った。
元気ですか？ええ、私も元気です。元気じゃいけませんか？ええ、そうですよ。今ですか？電話かけてます。電話？うん、一人で。そう、そうね。分かってる。そうね。でも、それでもいいよ。明日はね。そう。あ、そうなの？いいんじゃない？いいと思いますよ。そうね。じゃあ。じゃあね、おやすみなさい。階段を上ると昼間のように明るいテーブルの上に出た。すると真っ青に硬直したボーイ1が近づいてきてメニューを渡す。0歳から5歳320円6歳から10歳180円11歳から15歳90円、16歳から20歳1260円21歳から25歳3200円、26歳から30歳900円。
水差しを持ったボーイにはこちこち動く目で見張っている。空のコップがあっちゃいけない。赤いエナメルの爪を尖らしたボーイさんはトイレとテーブルの間を行ったり来たりして料理を運んでいる。不思議なことに調理場はどこにも見当たらないのだ。そしてどのボーイもネズミそっくりの尻尾を生やしている。客たちが席を立つたびにボーイ123はシプレヒコールをする。ごちそうさま、ごちそうさま、ごちそうさま。ほとんど骸骨みたいに食い荒らされた客たちはにっこり微笑むと、お粗末様でした。もしもし、ええ、ええ、いえ、そうですか。ええ、そうです。いえ、そんなことないですよ。ええ、ええ、でもいや、あの、ええ、ええ、そうですね。うん、あの、だから、わかりました。それじゃあ、一人二人三人いたよ、四人五人六人いたよ、七人八人九人いたよ、十人目はいない。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 一人二人三人いたよ。
しもし、久美子です。久美子です。だから私がそう言いたいんじゃなくて、私はこう言いたいんです。でもそう言わせてくれないのは、分かってます。そうです。私が久美子です。だからいいでしょ。いえ、そうじゃないんです。だからそうじゃないっていうことを言ってるのに。私はそうしたいんです。でもそうさせてくれないんです。そうさせてくれないっていうのは私のせいじゃないでしょ。分かってます。そうですね。全部当たってると思います。わかりました。それじゃもうやめます。構いません。やめさせてください。やめます。今やめます。今ヘリコプターを飛ばさないで。どうぞ黄色いヘリコプター。私は風の陰でそっと息を潜めてるのに、そんなに空を震わせないで。ヘリコプターを飛ばさないで。パタパタ日曜日、パタパタ窓ガラス。どこに行っても夜の隅さえほじくり返して。お願いだから黄色いヘリコプター、悲鳴を上げないで、怖がらないで。ヘリコプターを飛ばせないでとお願いしてるだけなのに。ヘリコプターを飛ばせないで。どうぞ黄色いヘリコプター。私は風の陰でそっと息を潜めてるのに、そんなに空を震わせないで。ヘリコプター飛ばさないで。パタパタ日曜日、パタパタ窓ガラス。どこにいても夜の隅さえほじくり返して。お願いだから黄色いヘリコプター、悲鳴を上げないで、怖がらないで。ヘリコプターを飛ばさないでとお願いしてるだけなのに。お願いだから黄色いヘリコプター、悲鳴を上げないで、怖がらないで。ヘリコプターを飛ばさないでとお願いしてるだけなのに。ヘリコプターを飛ばさないで。
りを耳に挟んだ。ピアノ弾き路場みたいな口開けて、いつも笑ってた。赤毛にパセリ、虫のいる子にパセリはいかが。パセリを耳に挟み忘れた。ピアノ弾きに一人の気の利いたバカが訪ねた。旦那、パセリが見当たらないね。ピアノ弾きは相変わらず、老婆みたいな口開けて、ひひんと笑って、虫のいる子にパセリはいかが。パセリ、パセリはいかが。パセリ、パセリはいかが。パセリを耳に挟み忘れた。ピアノ「バカが訪ねた」「旦那、パセリが見当たらないね」「ピアノ弾きは相変わらず」「老婆みたいな口開けて」「ひひんと笑った」「今日は全部」修学旅行の汽車の窓に、帰りに見るはずの景色を、すでに未来を思い出してしまった。途端に私はざわめきから遠く離れて、一人で暗いトンネルに吸い込まれていた。